足利如意丸は南北朝時代の人物。名は如意大友。足利忠義の実子として生まれるが、創生する。室町幕府初代将軍の足利高氏の老いにあたり、室町幕府二大将軍、足利義明や、初代鎌倉久保、足利元氏の重邸にあたる。広告七年、浄和三年六月八日、二条京国の吉良光義の宿所において、 足利忠義の子として生まれる。聖母は忠義の夫人、渋川氏であり、父母ともに当時41から42歳という、高齢での誕生であった。皇金上皇や拡大名、公家などは、この誕生を祝い、それぞれ馬や立ちを送ったり、祝いの言葉を伝えたりした。官能の上乱で対立することになる忠義の兄、高氏も、この時は、 喜びの気持ちを表している。なお、太平記ではニョイマルは、忠義の命によって殺害された、森吉親王の天生だとする見解が記されている。しかし、官能2年2月25日、官能の上乱の最中に、岩清水、八幡宮の軍人に忠義といた際、陣中の厳しい寒さのためか休止する。去年後 同年4月8日、忠義は如意丸の追善供養のための領書として、田島区に立たどころ、はたを臨戦寺、参加委員に寄進した。ありがとうございます。